2021明治安田生命 J1 リーグ第5節、名古屋グランパス対横浜 FC の一戦をお送りしてまいります。では今日のスターティングラインナップです。名古屋です。ゴールキーパーランゲラック、ディフェンスは宮原、中谷、丸山、吉田、稲垣、米本のダブルボランチ、前田、ガブリエル、シャビエル、相馬、ワントップに柿谷です。一方アウェー横浜 FC のスターティングメンバーです。ゴールキーパー今日は6ターンがゴールを守ります。ディフェンスはマギーニョ、田代、袴田、武田、斉藤浩介、手塚、松尾、瀬古、クレーベ、ジャーミン寮の2トップです。シャビエル、低いところ、こぼれ球、おっと6ターン、それからマギーニョ接触があって、これ枠の外、なんとかかき出しました、はい。まあ、相手に当たってこぼれたボール、まあ、こうクリアが前田に当たってゴールというシーンになりそうでしたけどね。はい、米本です。その左は吉田、その前に相馬がいました。相馬クロス上げる、前田、ここは6ターン、こぼれたところ、前田、それからナイスブロック、この6ターン、はい、よく出ましたね今ね、はい、際どいボールでしたけど、さあ瀬古です。右サイド、マギーニョがいますが、ここは縦にクレーベです。さあ背負ってシュート、ランゲラック、遠いところからシュートを放ちました、はい、クレーベ。ジャーミン・リョウも呼んでいますが、ここは武田に開いてクロスが入る、ジャーミン・リョウのヘディング、ランゲラックです。いいカウンターでしたね、はい、中にもしっかり前通かけてクロスが上がってもいい状況を作りましたから、はい、さあここは名古屋チャンスの中、相馬からシャビエル、切り返す、シャビエル、6ターンです。まだあるか、柿谷、6ターン、ナイスブロック、いいセーブ2つ見せましたね。相馬が追っていきますが、吉田、さあチャンスになるか、中に入ってくる、グランダのボール、シュート、決まった、前田、先制は名古屋グランパス、前田直樹、今シーズン初ゴールです。いや、ここ繋いだところをうまく吉田が狙ってて、インターセプトで、ちょっとここためを作りながら、まあ、このスペースで流し込んで、まあ、前田もこのオフサイドにならずにしっかり飛び込んできましたね。最後はよく足を伸ばして流し込みましたね。この狙いですね、柿谷、そして相馬です。中、前田が上がってきました、沈んでいった、こぼれたところ、マティス、マティスのシュート、追加点、マティス今シーズン3ゴール目。いや、ここも自陣でカットしたボール、吉田が素早く柿谷につないで、まあ、相馬、空いてる相馬を使って、まあ、柿谷このランニングも良かったですね。6ターンも、まあ、弾くのが精一杯でしょうから、まあ、そこに、まあ、ポジション取ってたマテウス落ち着いてましたね、はい、ダイレクトで打つかと思いましたけども、1回コントロールしてしっかり狙いを定めてね。さあ山崎です。マギーニョ、さあクレーベに渡る、クレーベ右足、これは枠を捉えきれませんでした。まあ、前半からそうですけど、やっぱりボールを受けるとまずはゴールを見る、まずシュートの意識っていうのは高いですね。中に入れて山崎、こぼれたところ、マテウス、マテウスの左足、6ターン、こぼれたところ、まだあるか、相馬のクロス、山崎、今シーズンリーグ戦初ゴールの山崎、後半のアディショナルタイムで名古屋追加点、3対0。
この弾いたボール諦めずにしっかりここ相馬がねループ気味のクロス、山崎もよく入ってきましたね。そこね、そして試合終了のホイッスルです。名古屋開幕5連勝クラブ新記録達成です。一方横浜 FC 開幕から5連敗、連敗脱出次節以降に持ち越しということになりました。